最初の高岡駅に戻ってきたんだね。前回は藤子不二雄 A 先生の故郷だったけど、今回は藤子 F 不二雄先生の地元の高岡なのだ。駅構内にこんなポスターがあったよ。これは藤子 F 不二雄ふるさとギャラリーのポスターなのだ。こっちも藤子 F 不二雄ふるさとギャラリーのポスターだね。どんなとこかな。川崎市にある藤子 F 不二雄ミュージアムと提携関係にあるギャラリーなのだ。これは高岡駅から出てる路面電車、万葉線だね。これで行くの。これで最寄り駅まで行って、あとは歩くのだ。走り出したみたいだね。ここからは10倍速でお送りするのだ。地方都市の路面電車ってなんかいいよね。街中をゆっくり見れるからいいのだ。もうすぐ最寄り駅なのだ。そんなに遠くないんだね。駅から10分くらい歩いてやっと着いたのだ。高岡市美術館だね。この中にあるのかな。高岡市美術館の2階がギャラリーになっているのだ。調べてみたら2015年に藤子 F 不二雄ふるさとギャラリーが開設されたみたいだよ。残念ながら展示室は撮影禁止なのだ。展示室の手前のところは撮影できるらしいよ。どこでもドアがあるよ。どこでもドアの先が展示室なので撮影禁止なのだ。真ん中になる前に描いた漫画とか貴重な資料があるみたいだね。撮影可能な展示室の手前はこんな感じなのだ。綺麗な建物だね。これはドラえもんのブロンズ像なのだ。これは漫画の初期のドラえもんだね。今とはちょっと違う感じ。こっちは何だろうかな。藤子キャラがいっぱいいるよ。訪問者の記念写真撮影用のパネルなのだ。こっちにはドラえもんがいるよ。多分等身大の立体ドラえもんなのだ。これも一緒に記念撮影ができそうだね。オイラドラえもんってんだ。それはなんか違うキャラだよ。ここでしか買えないグッズもたくさんあるのだ。お菓子から文房具やマグカップなどいろいろあるね。展示室は撮影できないのでギャラリーについてはここまでなのだ。あとはどこへ行くの。中学生の頃によく行っていた場所に行ってみるのだ。ここだね。高岡古城公園。ここも藤子不二雄 A 先生の漫画道にもよく出てくるのだ。結構広い公園だね。公園の中に神社もあるくらい広いのだ。ここが公園内にある恵比寿神社なのだ。すごい大きくて立派な神社だね。公園を出たらこんなレトロな建物があったのだ。ここは大菅商店っていうレトロな雑貨などのお店みたいだよ。ということで今回はこれで終わりなのだ。最後まで見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。